はい、PS4 版ウィニーポスト82017実況始めていきたいと思います。現在2027年5月4週ですね。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。先ほどね、ジョージアヨーロピアンカフェラテっていうね、缶ジュース、缶コーヒーを飲んでました。もうね、お腹タプタプでね、もう飲めません。はい。どうでもいい話ですね。相変わらずね。そういえば見ていきましょうか。母なる大地が安田記念と、キラキラスターが宝塚記念ですね。その後海外遠征しようかなと思っております。ザ男が帝王賞ね、ドサンコ魂がエプソムカップと、ザナルカンドがスパーキングレディカップですね。地方の G3 かな G2 かな、ハレハレ愉快が今週オークスですね。不動心が日本ダービーになってますがね、パワー B なんでちょっと厳しいかなと、まあ、そんなところですね。サクッといきましょう。さてサクッとサクッとサクッとタララ、オークスね、ハレハレ愉快と12番人気、まあ、人気ありませんけどね、十分チャンスあると思うんですけどね。パワーがどうなんですかね。パワー S だったかな。スピードがね、まだね判明しなくて、まあ、ライバルはわがまま娘とブゼットジョリーの、ね、子供なんですね。お菓子を2着と、アイツバーンあたりもね強敵ですよね。パッションパンドラ、春菊ね、このエイシンドライバーっていうのがね、意外とね3個走ってるんですけどね。行きましょう、レースで行きましょうね。そういえばオークス、現実リアルの方もねオークスで、まあ、一応馬券取ったんですけどね、まあ、リアル競馬のね動画見ていただいた方なら分かると思うんですけど、まあ、取って損でね有馬記念以来のね取って損やってしまいましたね。僕はあまり取って損とかねあまりしないタイプなんですけど、最近っていうかね、去年ってこともない、今年からねちょっと本命寄りの馬券結構買ってるんでね、これから増えるかもしれませんね、取って損っていうのはね。で最後の最後にね、ムズカツちゃんからマレー流したんですけど、買い足したんですよ、パドックが良かったんでね。それでね、オッズ確かめてね、まあ、アズマヤミヤビとムズカツちゃんとかだったら結構ついてたんですけどね、ムズカツちゃんとスターリングね、ソウルスターリングの組み合わせ20倍だったんですよ。それでね、最後まで買うかどうか迷ってね、20倍とか当たってもしゃあないじゃないですか、2000円投入してね。最後はね迷って結局買ったのがね的中の馬券だったんですけど、まあ当たらないよりマシだなと思うんですけどね。迷ったら買わないといけないかなと思ってますね、まあ、資金の許す限りでね迷ったら買った方がいいんじゃないかなと。よくね最後の最後に買う馬券って外れるって言うじゃないですか、ね、僕は結構当たるんですよ。買い足した馬券の、ね、的中率ってすごい高くてね、お金あるときはやっぱ買っておいた方がいいのかなと思いますね。さて最高峰のインにいますね。これ大丈夫かな、もうちょっと前から競馬してくれたらねチャンスあると思うんですけど、これ厳しいですね、この位置取りだったらね。さらにリードを広げました。2番手はわがまま娘、これは絶好の手応え。ちょっと内から来い、内から来い、内回るしかないよね、あれだけ後方にいたらね、ディアドラのようにね、まあ、来てるっちゃ来てる、ちょっと何やってん、空いてくれ、よし、ダメやね、ちょっとね、後ろにいすぎですよ、これ、ジョッキー誰、わがま娘ですか、やっぱりね。いやチャンスあったと思うんだけどな、もうちょっと前から競馬してほしかったね。吉田か隼人かな、これな、豊かじゃないよね。チャンスあったと思うよ、早くねスピードが判明してほしいですね、まあ、この後ハラハラ愉快は放牧でね秋に備えましょうかね。最近 G1 勝つ回数多いんですけどね、オンラインの方で結構忘れてしまっているんでね、ちょっと気をつけないといけませんよね。まあこの辺りもねちょっと期待薄ですよね。今ね現在お金の方はね17億円ありますね。繁殖牝馬をね増やしたいんですよね。いくらぐらいするのかな、
ょっと見ておきましょうかね。繁殖牝馬増やすのはね、10頭から20頭に増やせると思うんですけど、果たしていくらするのかね。厩舎ですよね、7億円か。あ、増やした方がいいかな。もうやりましょうかね、うん、10頭から20頭に増やせると、これ増やしましょう。はい、17億円あるんで、7億円なら出せますよね。さて、ハレハレ愉快はね、放牧にいたしましょうね。ただこのまま、まあ条件クラスの馬なのかね。そうだね、権利取って権利取ってで、桜花賞もオークスも出走したんでね、ちょっと放牧に出すしかないのでね、秋は G1 に、ね、挑めるかどうか微妙なところですよね。まあ、力はあると思うんでね、まあ、ただ坂のあるコースの方がいいと思うんでね。さて、受胎してますかね。源静香、あ、出来すぎくんつけましょうね、うん、よかったね、ちょうどよかったね、不受胎になってね源静香のね、源静香とね、出来すぎくんの子供ね、ゼウスとかつけようかなと思ってるんですよね。ゼウスとかね、スーパーゼウスとかね、キリストとかねキリストはまずいかな、ね、母なら第一ね、ちょっと状態の方、疲労が溜まってますけど、厳しいですけどね、頑張ってもらいましょう。そう、種付けね、やっぱゼウスがいいよね、うん。馬名でね、いきましょう。いますね、うん、サンデーサイレンスのクロスがあるといいでしょう。はい、さて、安田記念は期待できると思うんでね、ライバルがね、スーパーホースいるでしょうかね。2番人気ね、まあ、1番人気マイネルグローブと、まあ、スーパーホースではないので十分ね、チャンスあるでしょう。はい、カムイソードね、チャンスありますよこれね。レースで行きましょう。これ勝ったらね、オンラインの方ね、出走させますんで。オンラインね、レベル高いんでね、僕みたいなね、ヘタレがね、ヘタレでノルマがね、登録しても勝てないと思うんですもんね。またなんかね、コメントの方でノルマっていうね、悪口コメがありました僕中学時代まではね、結構運動やってたんでね、そんなノルマっていうこともないと思うんですけどね。高校時代は、ね、何度も言いますけど、名門校で野球やってたんでね、結構もう落ちこぼれだったんで、うん、落ちこぼれっていうかね、動作呪いってよく言われてました中学レベルではね、そんなことないと思うんですけど、やっぱ名門校に入ったらね、レベル高いからね、呪いって言われてましたね、うん、ひどいやつは巨人病とかいうやついてましたねそこまででかくないんだけどね、俺は。さて、インのね、いい位置を取って、最高峰はダメだよ、さっきみたいなね、うん、まあ、川田ジョッキーなんでね、信頼していきましょう。まあライバル見たらね、そんな強い馬もいないですしね、スーパーホースいないんで、もうちょっとね、外回ってもいいんだけどね、まあ、内枠だから仕方ないよね。平均ペース、ちょっと後ろにいたらダメだよ、勝負どころで。勝負どころではやっぱりね、ついていかないとダメだよ。さて、内を割れるかどうかね。カムイソード、カムイソードってひょっとしたらね、スーパーホースですかね。来た来た来た、サザエサザエ、カタカタカタ、ちょっと強いよカムイソード、サザエサザエサザエ、あ、させないわカムイソード。やっぱこれスーパーホースかな、強いですね。悔しいな、これはな、勝てると思ってただけにね、マイネルエクセルサンクね、よく分かりませんよね嵐ジョッキーもね、ちょっと一皮向けてきたんじゃないですか。
まあ、いい競馬でしたけどね、距離損のないようにね、インをさばいてね、なんかね、オークスのね、競馬がつまらなかったっていう、なんかね、結構指揮者の方でね、専門家の方で文句言ってる人いましたけど、どうですかね、やっぱりスローペースでね、うちの馬が来るっていうのは、まあ、つまらないっちゃつまらないとは思うんですけど、博打的観点から言ったらね、つまらないという前に当てろっていう話ですよね。当てたらそんなつまらないってことはないと思うんでね。ただレース的にスポーツ的に捉えたらね、やっぱりうち先行有利の馬場でスローペースになってうち走った馬が来るっていうのは僕は、まあ、好きじゃないですね、うん、それは同意見だなと思うんですけどね。さて1位になってるよこれね、まあ、ハーナル大地は報告出しましょう。はい、銀狼あたりね、まあ、銀狼がちょっと怖いなと。コシャマイン、ジャンボエトワール、ジャンボエトワールまだ現役だったんだね。ねえ、コバになってからはエリジョ1回勝ってるぐらいですよね、これはね。ちょっと待って、母なる大地は出ません。ドサンコ魂には相変わらずね、藤岡雄ジョキーがね乗ってますけどね。ん、アイドルから来るの、またあのね、なんていう名前でしたっけね時坂葵ちゃんですね、多分ね。アイの化粧がそろそろね本格化してきましたかね。ドサンゴ魂もなかなかね人気になりませんよね。まあここもね先行できます。後ろから行くなよっていうことですよね、先行馬はね。逃げ馬なんで番手ぐらいでいいんだけどね、なんでこんな後ろから行くのかな。藤岡君は全く伸びませんね、これね。瞬発力ないから先行させるわけでね、このまま後ろから行かせてはダメなんですよね。もう藤岡君やっぱ変えた方がいいかな、ね、これだけしっかり伸びてるわけで、もう足を余したと言ってもね、足を余してるんですよね、今の感じだったらね。もう積極的に 2,3 番手を進めばね、なんともない競馬なんですよ、これは。勝つって言いたいね、勝つってね、うん、まあ、次走七夕賞あたりですかね。ダッシュマンね、距離的性の合うスプリント戦ですね。サマースプリントシリーズを狙いましょう。ジョッキーがね、うん、難しいところですね。まあ、不破組んでいきましょう。うん、ドサンゴ魂もねちょっと疲労が溜まってきてるんで、七夕賞ぴったりだと思うので一周だけね放牧出します。はい、さてダッシュマン6番人気と、このまま早熟なんでね、なかなか厳しい戦いになってくるでしょうね、夏場のね戦いもね。ダイジェストでいきましょう。これもねちょっとインの後方この位置では刺してこれないね。じりじりと伸びてますけどね、これも足余した感じがありますね。もうちょっと前から積極的な競馬ができたらなというところです。だから今の競馬やっぱり先行馬っていうのは得なんですよね。だからソウルスターリングとかキサさんブラックっていうのは今の競馬に合ってる客室でね、うん、ただこれ楽しみですね。ザ男とキラキラスターね、両方ともね一番人気かもしれませんね、うん、ダッシュマンちょっと厳しいですかね。
まあ、状態の方いいんでね、どんどん出していきましょう。はい、積極的にね、CBC 賞を出しましょう。かなり過酷なローテですけど、狙いましょうね。さて、帝王賞もね、ひょっとしたら勝ったらね、あのオンラインってあるんですかね。中央の G1 だけかな、ひょっとしたらね。まあ、1.1 倍の一番、 1.1 倍じゃないわ、 2.2 倍のね、一番人気ですね。2番人気がシークレットルックと、まあ、この辺りならチャンスありそうですね。大井競馬場も行ってみたいね、一度ね。まあ、でも東京競馬場やっぱり一度行ってみたいですよね。武豊ジョッキーにね、東京競馬場来てくださいって言ってましたね。記事の方で読んだんですけど、今年のね、3歳ボバはレベル低いってことはないよっていうことをデムールを見ることね、一緒に言ってましたね。でやっぱりダービーっていうのはね、後から記憶に残ってね、こちら大井競馬場からみんなに来てほしいって言ってましたね、武豊ジョッキーがね。僕もね、あの近かったら行きたいけど、まあ、関西人なんでね、なかなか行けないですから。ちょっとこれは雨がねかなり降って馬場が悪そうですけどね、観客はね、これね、相変わらず観客はね、もう針金みたいな。ちょっと後方ですね、これ大丈夫でしょうか、ね、余裕ある乗り方してるけど、まあ、でもね、外回ってるんで、ね、強気の競馬ですよね、今の時代にそぐわない、ね、競馬の方法なんですけど。昔はでも強い馬はね、外回っても来てたと思うけどね、今ほど内外のね差っていうのは僕は全然気にしてませんでしたね、予想するときにね。僕が無知だっただけなのかもしれませんけどね。来い、サザエサザエ、ちょっと届くかどうか、届くかどうか、届くね、届くね、届くね、サザエサザエサザエ、内から内も粘ってる、頑張れサザエ、よし勝った。ザ男もね、これ G14 勝目じゃないですかね、殿堂入り確定ですよ。嵐くんがね、そろそろ本格化ですかね、ありませんね、やっぱり地方の D1 はオンラインはないんでしょうね。さて、キラキラさあね、一番人気と、ようやくね、バンセルマなんで本格化してきましたよね。ライバルはコシャマイン、ジャンボエトワールね、カムイソードも出てきた。銀狼がね、やっぱり一番怖いと思うんですよ、銀狼は昔からいますよね、光栄のスーパーホースでね。銀狼って言ったら新山3区じゃなかったでしたっけ、違うかな。新山なんてね、ね、僕が競馬始めた頃はまだ生きてましたからね。新山確か30歳ぐらいまで生き延びましたから、今でも最高齢のなるのかな、今年上半期の競馬シーンを沸かせた優春がここ阪神競馬場に集結しました。あなたの、そして私の夢が走ります。さあ、そうよ、三浦君に高生ジョッキーに乗せてませんよね、最近ね。最後は大外枠の銀狼、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。高専マルス、好スタートを切りました。スレイプニル、ある程度前からね、前から行って阪神競馬場ね、内回りはね、直線短いんで、さらにはポールポジション、天皇賞馬、コシャマイン、その後ろ、もう一度先頭から見ていきましょう。ポールポジション、先手を取りました。ポールポジションも出てるんだね、さすがにね、あのコバの王道ですから、スーパーホース出てきますよね。キラキラスター、現在後方から、ちょっと後方すぎないかな、これはね。阪神競馬場の内場はね、ゴルフ場とかあったんですよね、昔ね。ゴルフ場描かれてませんよね、多分ね、
並んで7番スレイプニア、先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。もう外ね、外回っていいよ、外回って中入れなくていいって。さてここからもう上がっていっていい、上がっていっていい、まくっていけまくっていけ。ちょっと内に入るなよ、内に入るな、内に入ったらダメだってバカ。ちょっと外に出さないと、外にちょっと窮屈なとこ入ってますねこれね。もう仕掛けていいよ、仕掛けて、仕掛けていいよ、そう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 、それで今さばいてきたね。さてちょっと手応えないな、ジャンボエトワールさせないよこれ、絶対させないわ。さてさてさて、最後伸びろ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 、ダメだ勝てない、ジャンボエトワールや、ここで来たか宿敵ジャンボエトワール、やられたな。いやちょっとね、手応えありませんでしたね、直線向いた時ね。カムイソードあたりも2着に来てるんで距離問題しないんですね。時坂葵ちゃんね、うん、あ、受胎しましたね、これいいじゃないですか、飲酒もねたっぷりついて期待できますよ。ゼウスのね誕生かもしれない、牝馬だったらマリアとかにしないといけないよね、うん、さてザナルカンドも期待ですね、ハラハラ愉快はまだですよね、まあ、この辺り夏競馬に入るんでねちょっと盛り下がりますけどね、まあ、キラキラスターはさすがにキングジョージはレベル高いかやめようかな。ただまだね、頂上決戦ね、欧州競馬の頂上決戦には出てないんで出しましょうかね、うん、状態の方はね抜群なんで、8月1週か出しましょうね、はい、まあ、ちょっと厳しいところがあると思いますがね、この前叩き両下型だったかな、キラキラサーって言ったらねね、だから厳しいところありますよね、鉄砲だったんだね今のレース、うん、さて3番人気ですね、ダートも走るんでこのまま、テン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 、やめましょうね競馬に全然合わない大事にしていきましょう。ちょっと伸びませんね、距離ちょっと足りないかな、戦力はね、伸びてきた伸びてきた、さてさてさて、ダメだ伸びてますけど、やっぱり距離もうちょっとあった方がいいね、このままね、うん、仕方ありません。勝ったのはコンサートデューザナルカンド、敗れました、これは掲示板までです。だって CBC 賞もね期待できると思うんですけどね、まあ、パワーあるんですね、まあでもただ人気ありませんね、ハンデ戦でしたっけ CBC 賞って言ったら、まあ金量はね52キロなんでね、先行でいきましょう。外からねこれはまあ不利もない位置にいるんだけど伸びませんね、まあ、早熟なんでねちょっと厳しいところありますね、成長力に欠けるところがあって仕方ありませんね、うん、ごめんなさいねちょっとカメラ操作ミスてしまってうん、ちょっと厳しいなと。1分7秒7、両馬場だったのか、雨降ってたけどね、さてもうそろそろ30分ぐらいになりますかね、もうちょっとやりましょうかね、うん、ドサンコ魂ね藤岡くんがね乗ってくれてますけど、調教師は大津さんか、大津調教師はね
ずっと乗せてますよね、辛抱してね。十分チャンスあるので、今回逃がしましょうかね。前に行ってほしいんでね。まあ、お金の方もね、稼いでいかないといけないのでね。さて、逃がしましょうね。9番人気、55キロ。ライバルはね、そんな大したもいないんで。逃がしたら変わってくるかもしれないよ。うん、頑張れ、粘ってくれ、よし。ああ、でもやっぱ最後垂れるな。もうちょっと頑張れ、ダメだ。逃げてもダメか。ね、頑張ってるけどね、頭の低いフォームで。この馬ね、スピード B なんでね、もうちょっと走っておかしくないと思うんですけど、ちょっと範囲がね、分かりませんね。こういう出しがね、一番やってほしいね、戦法なんですけど、なかなかね、うまいこといきません。はい、愛の決勝もね、連勝中なんで、藤岡の弟ですかね。6着か、やっぱ1000万下だったら通用しないか。さて、キングジョージやりましょうかね。うん、キングジョージ8月1週か。今回これでやめときましょうかね。うん、ロサンゴ魂はやっぱりマイルかな、このまな。いや、千人のが合うかもしれないね。北九州記念行こうかね。ちょっと1週間だけ報告出します。そしてね、ザナルカンドもね、組まないといけない。ちょっと報告出そう、これはね。うん、この辺りね、ね、 JBC のレディスクラシックあたりだったらチャンスあると思うんでね。まあ、ダッシュマンはアイビス様ダッシュか。まあいいでしょう。というわけで、ね、今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。